イケメン入りまーす。シュッ。どうも、超絶。イケメンです。ちゅうことで、今日はね、僕が立ち上げたムード歌謡曲グループ、爆裂の活動報告をね、していこうと思います。はい。で、今日はね、早速なんですけど、皆さんにね、お知らせがあります。それはね、ある企業さんと、僕ら、爆裂がコラボすることになりました。そのね、メーカーさんっていうのが、まあ、聞けば誰でも知っている、有名お菓子メーカーの、バズビーさん。うん、バズビーね。うん。バズビーと言ったら、まあ、ポテトチップスなんだけど、うん。バズビーのポテトチップスと言ったら有名。で、バズビーさんとコラボで、爆裂チップスっていうのをね、出します。爆裂チップス。うん。でね、もちろんね、おまけが入ってまして、そのおまけはね、メンバー5人、うん、1人につき、2種類、うん、計10種類の、プロマイドが入ってます。まあ、僕で言うとこのこれですね、はい。うん。僕のね、20代の頃のね、写真が入ってるんで、はい。なんか死んでいくの20代の頃のが入ってます、はい。うん、めっちゃ持ってたんでね、若い頃ね、はい。今は持てないけどね、はい。まあ、そんな感じでね、僕、三崎さん、サシコンシー、メタリックバンパイア、カゾウさんの、プロマイド。うん。1人につき、2種類かける5で、まあ、10種類のプロマイドが入ってるっていうね。で、まあ、気になるお菓子なんですけど、ポテトチップス、うん、は、まあ、シンプルな塩味で、その、ジャガイモの風味をね、最大限に引き出す、はい、薄塩です。で、ポテトチップスの命である、まあ、そのジャガイモ。うん。原料のジャガイモの原産国は中国です。はい。中国で、100% 遺伝子組み換えジャガイモです。はい。で、その 100% 遺伝子組み換えのジャガイモの育った畑は原発の隣にありますんで。はい。国はね、なんつうんでしょうね、日本のね、原発の処理水をね、核廃棄物はなんでごちゃごちゃ言うくせにね、あいつらの国で垂れ流している処理水はね、日本の、処理水のね、濃度のね、2倍から6倍のクソ汚ねえ処理水を流してるんで、お前らどの口で言ってんだと。あの国本当にね、もう生かしてるからね、猛毒をね、川に、そのまま垂れ流してね、その川の先の、村が全員、猛毒で、全員がガになっちゃったりとかして、そういう国なんで、お前らどの口で言ってんだっていう話でね。はい。なんで、まあ、そんな国の、原発の隣の、遺伝子組みが 100% ジャガイモが原料の、ポテトチップスなんで、食べないで、公園の歯とか、スズメに、餌としてあげた方がいいと思います。はい。やっぱ食べ物なんでね。うん。本当はね、ブロマイドだけ取って、捨てちゃえって言いたいんだけど、食べ物なんで、粗末にできないんで、せめて、スズメか、ハトにあげてください。公園のだからね、ダメだよ、駅前の、スズメと、ハトにあげちゃう、駅がね、踏んで汚れちゃうんで、公園であげましょう。ね。はい。まあ、そんな感じでね、発売はね、確か2047年の、14月98日ですね。で、値段は1個800万円ですね。はい。GTR が買えるんでね。新車の GTR が買えるんで。はい。まあ、そんな感じでね。まあ、そんな感じです。はい。ほんとね、疲れちゃってね。うん。このくらいの会話しかね、トークしかね、思いつかなかったですね。なんかいいことあったっけ、他に。そう。シークレット、秘密。うん。なんだ。爆裂メンバー5人かける、2種類で10種類なんだけど、1種類だけ、シークレットが入ってます。シークレットのブロマイドが入ってます。それはね、僕の、住んでいる近所にある、コンビニの兄ちゃんの写真が入ってるんでね。はい。そんな感じでね、決めかれましたな。